グラフを駆使して進むっていう、ちょっとあんま聞いたことないタイプのゲームだし。グラフというか、チャートというべきなのか。バチでジャンプ100、エルセングフラニーセッター、ね、向いてる方にするのかな？違うの？自分と反対方向にするのかな？めっちゃ後ろにでかくなってる。なんか自分の、ね、そうじゃなくて。自分の
自分の意図っていうか、なんか、何からしい。そもそもプラットフォームに限らなくて、こう、モチーフは、チャートだし、棒グラフとか、円グラフとか。どうすんの？死んだ分だけ伸びる。3分の3。着地するたび伸びるからジャンプせずに進みましょう。なんかね、天才なんだろうし、真ん中のやつは戻らない。真ん中の左に移動すると下がるけど、ああ。あまり下げすぎると上に登れつつ、あ、無理だ。ちょっと待って。一番左のやつは右に自分が移動すると一瞬下がるの。よいしょ。めっちゃ震えてるぞ。めっちゃ疲れてる。なんもないんかい。でもなんか左、下の場を見限りもうちょっとで。急ぎグラフに取り込まれてしまった。鏡があって。なんか浮いてる。癒し系なのかな。でも音楽は結構癒し系だよ。死んだ。ああ。
でも次のステージに進んだっぽいよくわかんないけど。よくわからないけど。気づいたぞ。フィットネスはもう、トパズルが無理すぎて、まあそこで終わったんだけど。まあ何もない。丸ボタン押した中で出てきた。お、これは 3D 円 柱グラフですね。何？丸を押すと伸びた。どういうこと？7分の88%。ジャンプするとこっちへ。じゃあ移動量。ボタン、リセットボタン。違う。は何でもありみたいな感じだし、後ろでめっちゃ回ってるけど、これなんか背伸びて何の意味があったのかはよくわかんないけど、勝手に伸びてる。あっ、すげえ。どうすんのこれ。じゃあ、一番右のは地面についてる時間だけの。ポータル、ポータルはね、ルール、ポータル、あれだよね。こう、ルールはさ、ずっと一本で、進んでたけど、
このゲームは別にルールは1分じゃないかな。ビットネスは、ビットネスはまあ、悪くないんだよ、ビットネス。全然僕はゲームとしては好きだったんだけど、あの、音パズルだけが僕はね、許せなかった。太陽。はい。めっちゃ疲れてる。太陽綺麗。水高62。チェックポイント的な。自分のいる。ジャンプしてて、謎のチャートになります。ゼロパー、謎させて戻って戻って、リセットしたら、先にどうやってしたいの？この下のバーがなんか僕と等間隔になるようにっていうか、僕と等間隔になるようにか、こう助走をつけない限りは、僕と等間隔にこうあるから下に降りれない。ジャンプするとポンポンしたら横棒が伸びる前に真ん中を来る。横棒が伸びる前に真ん中、僕は空中にいようと下のが伸びてくるんだよ。え？なんか他のギミックがあるの？丸ボタンを押すと全部リセットされる。
左の棒をちょっとだけ伸ばして横棒と。左の棒を伸ばして止めて、あ、こうか。天才。超えれない。次は、あの右のやつは自分の高さより常に微妙に高い位置を保つ。で、ちょっと止めて、あ、あ、いけない。こういちょっとこっちに行ってちょうどいい長さにしてこう行くのかと思ったんだけど、そうするとここは越えれないのか。真ん中の壁に向かって、真ん中の壁に向かって走っていっても、ほら伸びないんだよね。一回ゼロまでいかないと、調整できない。と思われる。もう2ステージ目から難しすぎない。もう走れない。
帽子投げはな、できない。そんなものはな。え、積んだ。難しくないか、このゲーム。まさかの2ステージ目で積むという。マリオ、オデッセイやるか。なんか、もう積んだんだよ。絶対こうだと思ったんだけど、ここは越えれない。え？ここから頑張ってジャンプすればいけるの？と。そういうこと？え、違う。ここを使っても状況は変わらない。5% の横棒調整。 0% にして横棒調整したとしても自分は必ず乗れないんだよね。すぎないこれ、ね、僕の頭が硬いだとか。あマジで上だった。頭が硬かった。マジかよ。これ何？来たー。帰ってきた。ステージクリアするとこう戻ってくるのかな。違う？あ、気持ちいいね。この影は何なの？うわぁ、なんか右足光ってるけど。どうか、どういうこと？ストーリーはよくわかんない。だいたいこれをやると次のステージに進むっぽい。
R2。 何これ。今回は R2。 R2 を使うっていう。なんかよくわかんない。ビーム出してる。これを破壊すると一瞬これが下がってくる。3分の3。おすすめゲーム出てきて、真ん中のはベストだな。わっ、一瞬で寝ちまう。これで蓋をしろっていうことか。でもこうしてしまうと外に出れなくなる。ということは、こいつはスルーし、こいつは倒し、あれ？あ、そうか。そもそも最初に、ここにいたやつが左に出てたから。それでよかったね。これでいける？いけた。あ、なんかグラフをモチーフにしたってからすごい面白そうだな。
駐車人数ゼロ人。視聴者人数ね、適当なんだよ多分。適当なんだよ多分、書いて怒られる。だけでもできちゃう方はジャンプをせずにここに渡り、
けど、右足がロボットになって
ラスタって言ったらいい。最終的には左のやつ乗れば上まで上がれるから、左のに乗りたいって。乗れないから ジャンプするだけで機体からトンも上がる。左端かな、もう4分の4って一番左には書いてあるけどさ、あと1個ってどこ？こっからジャンプ、一番これから1個飛ばしていけばいいんだよ。書いてあってもう一つはどこにあるかわかんない。1、2、3、ここに行って押して、ここからジャンプだと届かないから、一回ジャンプしてこっちに行って、もう届かない。そうか、4っていうのは4つ押すんじゃなくて、最後に押したのじゃないやつを4回押す。
回押しても何もならない。こっから最低回数のジャンプ回でいっても。これは使えんの。もうないんですかね。じゃあ下げるのに使え。なことはない。なんか真っ黒になってる。あれもういけるんじゃない。いけない。今めっちゃいけそうだったじゃん。あれさっきどうやった、どうやったのか分からなくなった。中段からジャンプするのかな。こっからジャンプする。行けなさそう。から押して、ミスった。から。押してここでジャンプする。届かない。からジャンプ、真ん中からジャンプする説は結構有効な気がしてた。そんなこともないわ。しまって。あ、ここはジャンプすると向こうのが上がっちゃうけど、こうこうやって落ちてく分には上がらない。そういうことか。出た。
まあ、こういうのを見て、うん、これ着地した、ね、やったぜ、13とか、ジャンプ回数が13とかいってると無理だよって、もうここ上げざるを得ない、なくていいのか、ここ3つ出す必要ある、
ジャンプ節約。プラットフォームゲームっていうジャンルでは多分ないんだよね。本当にユーザーの行動、てかプレイヤーの行動が何でもこう、パズルに影響を与えますよ。パズルというかチャート。最近なんか右足ロボットのままやんけ。正式的に全身ロボットになるのこれ。これは右腕。ちょっと変わってんのかな。さっき胴体だったけど。なぜかキャラクターの全身がどんどん機械に置き換わっていくっていう。なんでかは全然いこう。こっち頭かなり大事やね。ちょっと右腕にしよう。いけないんだけど。いけないんだけど。出た出た。R2 押したらいけた。まあ自分のどこがロボットになってんだ。左腕か？いや、右腕。左腕か。そうそう、寝る？僕も寝るか。寝るっていうか終了するか。おやすみ。終わり方がわかんない。え？お疲れ。自動成分に違いない。そう信じている。あるとか見つかって、もうあるよ。いろいろおしゃれすぎて分かる。ゴミ箱、しかもバツボタンが効かなくて戻るわ。先スタルドリームス終わりまーす。